ねえ、キャル。私はこれから彼とちょっとおしゃべりをするから。寝転がってないで、お茶でも用意してくれる？はい。言うこと聞きます。だからもう、ひどいことしないで。うん、いい子ね。あら、どうしたの？何か文句でもあるの？ペットをしつけていただけよ。非難されるいわれはないけど。え、ちょっとあんた触らないでよ。あら、手当てをしてあげるのね。優しいわね。本当に吐き気がするぐらい。まあそのままでいいから聞きなさい。あなたにはいくつか質問したいことがあるのよ。私がおしゃべりしてる間はキャルに意地悪するのをやめてあげる。その子が大事なら私を退屈させないことね。キャルは悲鳴を我慢しなさい。うるさいから。ねえ、この世界が作り物のようだと感じたことはない？平和な時代には不要なはずの武具の店が豊富にあるのに、生活用品を売っているような店がほとんどない。食料を生産するための畑や上下水道もない。まあその辺は私が頑張って保管してあげたんだけど、歴史や地理、政治システム、その他もろもろに不自然な空白があるわよね。どうしてだと思う？先人たちが愚かだった？こんな子供が考えたような社会で、世界観でどうして滅ばずに今日までこの世界は存続したのかしら。ねえ、変だと思ったことはない？ただ生活していくだけで不便なのよ。あらゆるものが足りていないわ。魔物についてはやけに詳細なデータが存在するのに、動植物についてはなんとなくしかわからなかったりね。不自然な点は枚挙にいとまがないわ。治安や経済が悪化してるのも全部政治家が無能だからだみたいに言われてさ、私もちょっと困ってるんだけど。責められるべきは王族ではなく神様でしょ。こんな出来損ないの世界を作った何者かよ。ねえ、そうは思わない？バカな妄想、意味不明なざれ事だって思う？あなたは記憶を失ってるんだっけ？それならこういうものなのかなって受け入れちゃうかもね。世界中の大半の人間も疑いを抱いてすらいないわ。そういう風に調整されて再構築されているのよ。この不自然な世界に違和感を抱いている人間は私を含めたほんの少数だけでしょうね。だからこっちが妄言を吐いてばかりの変人扱いよ。嫌になっちゃうわ。ああもうイライラする。あなたは記憶喪失で幸いね。羨ましいぐらいだわ。ところで、あなたはどこまで覚えてるのかしらね。記憶はどの程度、どんな理屈で失われて、あなたは今、この世界においてどんな位置づけなのかしら。それを確かめようと思ったんだけどね。だからキャルに命じて、あなたを調べさせたりもしたわ。ま、全然成果はなかったけど、余計な刺激を与えてあなたに全部思い出されちゃっても困るし、また邪魔されたら面倒だしね。こうして直接対話していろいろ確かめることにしたの。演技で言ってるとしたら大したものだし、冗談だとしたら面白すぎるけど、覚えてないならいいわ。私としても不愉快な、口に出すのも忌々しい思い出だしね。あなたが何もかも忘れてくれているなら、こちらとしても願ったり叶ったりよ。ねえ、レジェンド・オブ・アストルムって知ってる？ミネルバってなんだかわかる？プリンセス・ナイトって単なるギルド名だと思ってる？セブン・クラウンズの名前全部言える？
むしろセブンクラウンズを名乗る人間と会ったことがある？あの憎らしい妖精、フィオだったかしら。彼女のことは覚えてる？ふむふむ、なるほど。なんとなく聞き覚えがある程度の認識？そう、本当に全部忘れちゃったのね。言うのを忘れてたけど、この越権の間には嘘発見器みたいな魔法を仕込んでるの。あなたが本音で喋ってるかどうか判別できるってことよ。だからあなたが本当に何もわからない、赤ちゃんみたいになってるってことが確かめられたわ。ああ安心した。今回はあなたは私の脅威になり得ないわね。もちろん何もかも忘れても、あなたはあなたよ。何者でもない、どこにでもいる平凡な男の子のくせに世界の命運すら左右した主人公みたいな存在。あなたを取るに足らない存在として見過ごしたことで、いくつもの世界線で私は不覚を取ったわ。反省してるの？余裕ぶっていた私が愚かだったのよ。アキラやミネルヴァの助力があったとはいえ、あなたごときにつまらなくて無価値な男の子に邪魔されて、何もかもこの手にはつかめなかったわ。だから今回は不完全ながら私にとって都合のいい前提が構築された。この世界線では手を抜かない、万難を排して私の夢を完璧に叶えてみせるわ。ミネルヴァは生意気なことに私の夢が気に食わないみたいで、恋だの友情だの何だのにうつつを抜かすバカな小娘どもの願いを叶えようとしたわ。そんな僧侶で無能な神様なんか私には必要ない。私自身が神となり、この世界の太陽として君臨するわ。あと一歩、あと一手で私の夢は叶うのよ。素晴らしいでしょ？ああ、よくわからないって顔してるわね。私のことを意味不明なことを口走っているおかしなやつだって思うかしら？その程度の認識ならばご愁傷様と言うしかないわね。バイバイ。あなたはどうやらここでゲームオーバーみたい。